そうですね。いやめちゃめちゃありますね。まあ今っていうならば、最後まで残ってたメンバーということだと、うん、やっぱりタエさんとサキさんとの思い出は外せないかなと。うんうん、私はもう本当にアクトレスガールズの中ではもう本当に生意気な後輩だったんですよ。もう自己主張も激しかったですし、はい、自分の目的に向かってもう、うん、ガンガン走っちゃう、ガンガン走ってました。もう代表の意見も聞かず突き進んで代表にもアタックしてましたから、なるほど、練習させろと、うん、で結構行かせろみたいな感じで、おそらく先輩たちはとんでもないやつが来てしまったと思ってたと思うんです、うん、実際にポッとその先輩たちの間で私の話題になった時に、うん、でもみゆきはさ、もう本当生意気だし言うこと聞かないし、何でもかんでもツイッターでもバン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 で誰かにかまず攻撃するし、うん、本当にさどうしようもない、もう困ったみたいだけどさ、うん、言うだけのことやってるから言えないんだよねみたいな。それでもすごい嬉しいですよね。そうなんです、ね、結局いい方々なんですよ、みんな先輩が、うん、なので私は恵まれてたんですよね。でもそんな感じでやってる中で一番反応したのが私はタエさんだと思ってまして、うん、ある日からタエさんがすごく変わったんですよ、うん、試合の体力がすごく持つようになったり、うん、自分のアピールが変わったりとか見せ方変わったりっていうのがやっぱ分かるんですよね、うん、アクトリスガールズの練習だけは絶対できない、みんなと同じことをやってたら飛び抜けることはできないので、うん、明らかに変わった時、この人はおそらく陰で努力をしだしてるんだと思って目に見えるようになったのがタエさん。でもタエさんってやっぱ女優さんなので、うん、出さないんですよ一切出さないんですよ、はい、まあ、いいところでもあるんです、その、うん、いつもニコニコしてみんなのことを考えてくれてる、まあ、リーダー的存在なので、うん、まあ、そんなね私のようにこうねバチバチしてても、ね、みんなバラバラになっちゃいますから、うん、まとめてくれる存在なのでわざと絶対出さない、うん、だけどやっぱ心の中には闘志をすごく持っていて、うん、それをちゃんと陰で努力して、でもみんなのメンタルケアもしながら自分の努力もしてるっていうのが見えた時にはこの人はすごいなって、それが最後にシングルベルトのトーナメントの準決勝で大阪でタエさんとシングルマッチをした時に私はすっごく楽しかったんですよ、うん、別にいい悪いではなくって、今までそのアクトレスの選手とシングルマッチをする時に自分が一切気を使わずに全てを投げ打ってぶつかって楽しいって思える、うん、ことって正直なかったんですね、うん、でもタエさんとのシングルマッチすごい楽しかったので、うん、そこで私はもうマイクで謝りました、タエさん、うん、今まで生意気ですよもう認めたんです、私は認めたんです、なんでそんな上からなのなんですけど、後輩のくせに、後輩のくせに上からで、すごい失礼なんですけども、うん、タエさんのその努力を認めたし、素敵な選手だと、素敵な先輩だと思ってこれから一緒にこの人と頑張っていきたいと思ったのはやっぱ大佐との思いでは一番心に残ってます ね、はい、私常におりまして、うんうん、いやでももう上げ出すとキリがないんですけれども、うん、私の前の人は知ってるんですけど、はい、毎年というかその時の一番のブームの選手がいるんですよ、うんうんうん、その選手が堪能しまくったら殿堂入りしていくんですよ、なるほど、また次の、はい、ブームが来るんですけれども、はい、今今年のブームはですね、はい、言っていいんですかね、お願いします。私は岩田美香選手、岩田美香選手、これはなぜ今ブームなんでしょうか。いやもうかっこよくないですかライオンのような、うん、試合じゃ、お綺麗じゃないですか。そうですね、お綺麗だし、はい、スタイリッシュだし、美仙女と昔はね呼ばれてましたから。いやもう本当その通りで、はい、うん、私初めて、うん、知ったのがその橋本さんとのタッグで試合をされている時に岩田美香さんを初めて知りまして、はい、うん、あなんかすごいなんか美しい選手がいるんだなと、うん、確か新潟かどこかで試合も見て、うん、わっきりかっこいいみたいなイメージがあったんですね、はい、でも最近またこう、ね、復帰されての改めて試合を見たりとか、あの美しい選手が、うん、あのリングの上での男気あふれる試合、なんかガーってこう、うん、叫んでる時の闘志が前面に出てますよね、あ、うん、髪がこうライオンみたいになって、うん、前にカッてなってる時のかっこよさなるほど、はい、なんかちょっと私とはちょっと違うんですよね、うん、私はどっちかというと獣というかなんかこう野生感があるんですよ私は、うんうんうん、見た目とか気にせずもうがむしゃらに戦っていくみたいな、こう泥を這いずりながら戦うみたいなイメージなんですけど、うんうん、岩田さんはね、かっこいいんですよ、なんか主人公っぽいんですよ。あとはやっぱり気が強いですよね。あ、そうですね、ストロングハート、
そのストロングハート。ハートが本当すごい強い強さが全面に出てるなっていうのが、それはすごく感じますね。こう溢れる闘志みたいなものに対するこうシンパシーみたいなものを湧いてるって感じなんですか。湧いております。なるほど、湧いておりますね。来たーってテンション上がるんです、試合を見てて。あ、この。この来たぞーライオンかみたいな、はい、なるほど、今推しなんですね。今推しです。でやはりそういう選手たちとしっかりいい試合ができるように、うん、自分ももっとスキルアップしようっていう刺激になります、うんうん、いやそうですね、あのこの人っていうのはないんですよ、うん、私は高瀬美幸としての、うん、あのレスラーになりたいので、うんうん、今お話したとおりその今までの推しの選手をいつも勉強してるので、うん、まあ、初代が一応山下里奈選手、その次が松本弘代選手なんですけども、うんうん、パワフルで、うん、なおかつやっぱ見てる人が楽しい、うん、プロレスだし真剣勝負してるけれどもクスッと笑える場面もあったりとか、うん、あと真面目すぎてバカに見えちゃうみたいな、うん、そういう選手、うん、そういうまっすぐすぎる選手になりたいなと。なるほど、まっすぐすぎる選手、いい言葉ですね。そうですね、私の中での人生のエンターテインメントです。生きてることとちょっと共通することがすごく多いんですよね、うんうん、プロレスやっていると。ただその会社員とか上司に歯向かえなかったりとか、うん、こう苦しいことをぐっとこらえて生きてる方が多いと思うんです、ね、うん、主婦の方とかもそうだと思うんですけど、うんうん、私たちはプロレスはリングの上だったらぶち破っていくことができるので、うん、なのでそのみんなのそのフラストレーションを自分が代わりにリングの上で戦って発散、うん、はい、できるんじゃないかと。それによって元気を与えることもできるし、自分の溢れすぎてるエネルギーもそこで使うことができるし、うん、距離も近いじゃないですか、相手で、はい、うん、会うことができたりとか、そういう意味でなんかみんなと一緒になんか人生を楽しんでいけるっていうのがすごく素敵だなと思ってます。高橋選手プロレスめっちゃ合ってますよね。合ってます。巡り合ってよかったですね、プロレスと。あ、よかったです、本当に。しかも今の時代の今の時代の、そうですね、本当に本当に今でよかった。今後の目標はですね、私はあの大好きな選手がたくさんいますし、うん、それは選手としてだけじゃなくもう人として、うん、あの一緒に仕事をしていきたい、活動していきたいと思う人たちが加穂さん含めいるので、そういう人たちと横のつながりでつながってプロレス界だったりなんか人生を面白くしていけたらいいなと思ってます、うん、ちょっとふわっとしていて今具体的に言えることはないんですけれども、でももういろいろとプロジェクトは、はい、計画中なんですね。計画されておりますので、はい、はい、楽しみにしていただけたらいいなと思っております。ありがとうございます、はい。